私に何かご用でしょうか、島崎さん。あ、いや、特に用というわけでは。会いたかったんです、三上先生。もう一度あなたにお会いしたくて。三上先生は弟と同期だそうですね。もっとお若い方かと思ってました。それが悩みの種でして、童顔なものでクライアントになかなか信用してもらえないんですよ。あ、すみません、そういう意味じゃなくて、こんなに若くて綺麗な方が弁護士だなんて。あ、すみません、男性に向かって綺麗だなんて失礼ですよね。ごめん、男が男に綺麗なんて気持ち悪いだけだよな。ご用がないなら私はこれで。あ、待ってください。僕じゃダメですか？僕じゃ